オートレース選手とは、公営競技のオートレースにおいて、賞金を獲得するプロスポーツ選手で、通常オートレーサーと呼ばれる。正式には、小型自動車競走選手で、経済産業省管轄の国家資格所持者である。総選手数は400人程度。オートレース選手になるためには、JKAが実施する小型自動車競走選手資格検定を受験し、合格しなければならない。資格検定に合格した者がオートレース選手として登録され、晴れてオートレース選手になれる。資格検定に合格するためには、まず、オートレース選手養成所入所試験に合格し、養成所にて一定期間教育、訓練を受けることが前提となっている。ただ、入所試験は、ボートレーサー養成所入所試験並みに競争率が高く、2020年5月に合格発表があった第35期では、合格者20名に対し応募者が337名であったため競争率は約17倍であった。なお、これまで選手募集は原則2年に一度であったが、2021年の第36期選手候補生募集より受験機会の拡大を図るため毎年の募集に変更された。これにより新人選手が毎年デビューすることになる。ただし、毎年の募集に合わせて毎回20名程度であった募集枠は10名程度に変更されている。応募資格主な応募資格は下記の通り条件見直しこれまで選手募集に際し様々な制限が設けられていた。第26期募集までは満23歳以下27期からはそれに加え特例としてロードレース世界選手権、全日本ロードレース選手権等で顕著な成績を上げているものについては満28歳以下という年齢の上限が定められていたが2007年の第30期募集からは年齢制限の上限を撤廃し、下限も従来の満18歳以上から満16歳以上に引き下げられている。さらにかつては身長制限もあり、また受験資格も男子に限られていたが、これも撤廃されたため、女子オートレーサーが誕生する可能性が出るようになり、第31期の第3次試験を経た正式合格者に女性2人が入った。第36期選手候補生募集より、裸眼視力 0.6 以上だった視力条件を緩和し、強制視力 1.0 以上で受験可能となった。応募手続き簡略化、第36期選手候補生募集より、紙媒体での願書提出を取りやめ、選手養成所のホームページに掲載する応募フォームから、必要事項を記入の上申請する形式に変更された。試験選手養成所入所試験は、一次試験、二次試験が行われる。試験内容は、下記の通り適性検査面接身体、精密検査体力検査技能検査人格、素行検査入所試験に合格すると、選手候補生として、茨城県下妻市の筑波サーキット内に併設されている全寮制の選手養成所に入所し、9ヶ月間の基礎訓練を行う。なお、候補生は入所期間中の諸経費の一部として120万円を負担する必要があり、入所時に納付することになっている。ただし、一括納付できない場合、一部を分割納付することができる。この間、候補生は原則として、月一度の外出以外の使用外出は許されず、この他に、成人の飲酒、喫煙、スマートフォンなど、通信機器の使用などの禁止事項が定められている。なお、社会環境の変化に合わせて、第35期候補生より限られた時間、場所においてのみ、通信機器の使用が許可されたが、その35期候補生では11名が、規律違反をした。規律違反を犯した場合は謹慎処分の後に、再教育訓練が行われるため、卒業が延期となる。訓練養成所内での9ヶ月間の訓練内容と平日の1日の基本的なスケジュールは以下の通り。資格検定養成期間中に実施される判別試験と養成訓練後半に実施する小型自動車競走選手資格検定をともに合格した者がJKAによりオートレース選手として登録され、各オートレース場へ配属される。このほか、養成所では、選手以外にもオートレース審判員の養成も行っており、国家試験である小型自動車競走審判員資格、検定に合格した者が夜間により、競走審判員として登録される。2021年5月31日、夜間より、選手資格検定に合格した第35期候補生の選手登録及び配属先の決定が発表されたが、その数はわずか3名であった。2020年9月1日に養成所に入所した時点で、第35期候補生は20名いたが、卒業する3名と退所届を提出した4名を除いた残り13名については、選手登録及びデビューが遅れることとなった。特に負傷などによる2名を除く11名については、養成所における規律違反が発覚したため、謹慎処分となり、今後は謹慎期間を経て再教育訓練を行う予定のため卒業できず、今回は3名だけが卒業という前代未聞の事態となった。オートレース選手は職業分類上、個人事業者である。かつては競走車を自宅に持ち帰り整備することも可能だったが、1993年10月に競走車のエンジンがセアに統一されて、以後は整備要項が改正され、選手による競走車の持ち出しは禁止された。そのため現在はフレーム等の破損がない限り、開催が終了すると競走車は一括して輸送用のトラックに乗せられ、次の開催地に移動する。競走開催期間中、選手はオートレース場から出ることを禁じられているだけでなく、外部との接触、連絡も禁止されており、内部者取引や飲み行為、800兆等の不正行為を防止するため、携帯電話、スマートフォンなどの通信機器は、全県備に競走会へ預けることになっている。また、2節連続開催の場合、1節目の開催に出場している選手がミッドナイトに出場する際、該当選手は1節目の開催後外出することができず、通信機器をもらうこともできない。なお、近親者の急性などよほどの事情がある場合は、関係者を介して取り次ぎ、通話の際は関係者がその場に立ち会うことになっている。選手の収入は、主に競走に出走した際の賞金で賄われる。一般競走の1着賞金は5万円前後、一般競走の優勝賞金は60万円前後、記念競走の優勝賞金は150から300万円。スーパーグレード競走の優勝賞金は全日本、選抜、オールスターオートレース GP が1300万円、日本選手権が1700万円、SSO 座決定戦が3000万円である。トップレベルの選手になると年間に1億円以上の賞金を稼ぐこともあるほか、2019年の全選手の平均獲得賞金額は1165万9948円であった。なお、女子選手に限れば、2018年は872万円であった。近年の賞金王は、2019年、2020年は、ともに、青山周平で、年間獲得賞金額は2019年は1億481万1060円、2020年は8889万4055円であった。前述した通り、オートレース選手は、個人事業主という扱いである。そのため、エンジンや競走車のフレーム、タイヤ、部品、さらには、つなぎやプロテクターに至るまで全て自費で購入しなければならない。ランク上位に属する選手は、潤沢な手持ち資金で部品を購入することができるため、それにより競走車の性能も高い水準に保つことができる。なお、選手の安全を守るため多くの装備が義務化されており、一般的なヘルメットグローブ等に加え、足に履く、鉄下駄や各種プロテクター等で、全装備は約 10kg にもなる。選手は晴れ、雨等すべての競走の競走成績を対象として、入着順位、競走タイム順位を得点化した審査方法により、全国統一ランキングによって、クラス分けされる。前年7月1日から12月31日の、競走成績に基づくランクが新年度の4月から9月まで適用され、これを前期ランクと呼び、その年の1月1日から6月30日の成績に基づくランクが10月翌年3月に適用され、これを後期ランクと呼ぶ。上位48名が S 級、それ以下の232名が A 級、さらにそれ以下が B 級と分けられる。S 級第1位の選手は全国ナンバーワンとして他とデザインの異なるナンバーワン勝負服をまとってレースに出ることが許される。オートレース選手の寿命はかなり長い。同じく薬価が管轄する競輪と比べて体力よりも技術に比重がかかる競技システムからであるが、一方で事故による殉職や落車事故の後遺症などで若くして去る選手も少なからず存在する。平均化するとデビューが20歳として現役期間はだいたい30年から40年となる。オートレース界には競輪と同じく成績会社の選手登録を強制的に取り消す新陳代謝制度が存在し、競争成績が振るわない選手は自主的に引退していくという制度が取られている。特に飯塚オートレース場では多くのベテラン選手がほぼ一斉に引退し、平均年齢が大幅に低下した経緯がある。2005年の選手候補生募集が行われなかったこともあってか、現在新陳代謝制度は実質的に機能を停止していたが、30期生のデビューに伴い2009年3月に新陳代謝制度が適用されることになった。2009年3月の新陳代謝においては、30期生が20人デビューするのに合わせて、過去2年間の競争得点が低い選手20人が登録賞助の対象となった。また、下位20人に入っていなくとも、平均競争得点40点未満の選手も対象となるが、現在のところ平均競争得点40点未満の選手は数名程度である。なお、期間内に自主引退した選手は20人の枠に入れて計算したため、結果的に2009年3月では成績不振により下位8人が選手登録を賞助された。オートレース界にもプロ野球や競輪、中央競馬、競艇と同様に全日本オートレース選手会という組織が存在する。事実上、個人事業主である選手の労働組合という側面もある。オートレース選手は選手会のレース場支部に所属している。選手へのペナルティを参加自粛要請という形で、薬価とは独立して行うこともある。選手会の幹部も選手であり、他の選手と同様、順位に応じて競争に参加している。ダート競争が行われていた頃、一時的にではあるが、女性のオートレース選手が存在した。150cc の6級車でレースを行っており、半ば見せ物のようなものではあったが、人気はなかなか高く、浜松オートレース場に所属した岡本70など人気選手も多かった。他にも一時期存在した甲子園オートレース場では、オートレース人気を盛り上げるため当時の女子競輪選手に競輪と並行してオートレースにも出走するよう依頼したこともあった。しかし、殉職事故の多発や選手層の薄さによるレースの単調化とそれに伴う人気の低下、さらには結婚事情による選手引退が連続し、上記した岡本が1967年10月末に引退したのに伴い、自然消滅という形で廃止になった。2006年12月23日に川口オートレース場で開催されたスーパースターフェスタにオートレースウーマンズリーグと題し、女性レーサーによる4周回の模擬レースが行われた。2007年の規約改正でこれまで男子に限られた募集資格が撤廃となり、女子の募集が可能性となり、31期では合格者も出ており、上述の養成課程をクリアした女性2名のうち佐藤麻也が2011年7月11日に川口オートレース場でデビューし、もう1名の酒井博主は7月30日に船橋オートレース場でデビューを果たした。これにより44年ぶりに女性オートレーサーが実戦に参加となった。しかし、2012年1月15日の夕方、酒井が船場オートレース場での練習中の事故で殉職し、オートレース界に大きな衝撃を与えた。その後、32期では新たに5名が合格となり、2013年7月にデビューした。5名の中には、プロボクサーから転向した藤本理恵も含まれている。33期では7名、34期では5名の女子選手がデビュー。35期では女子38名が応募し、過去最多の8名が合格したが、前述の通り8名のうち3名がデビュー。さらに2021年9月2日には新たに1名の女子選手がデビュー。これまでに23名の女子選手がデビューしているが、殉職や引退した選手もおり、現在は20名が選手として活躍している。女子選手でも原則班では特別扱いされることはないため、佐藤真也は2020年6月現在最高班での格付けがなされている。また、男子レーサーにも劣らないスピードとスタート力を生かし、2013年3月18日に川口オートレース場で佐藤真也が悲願の初優勝、オートレース史上初の女子選手優勝の快挙を果たす。その後、2015年1月5日の川口でますます、春菜、2017年3月30日の川口で、岡谷美幸、2017年8月6日の伊勢崎で、藤本理恵、2020年10月29日の伊勢崎で、田崎萌と2021年現在、5人の優勝者がいる。また、佐藤真也は、2016年5月に川口、オートレース場で開催された、JKA 川口記念で優勝し、女子選手初のグレードレースタイトル獲得や、SG レースでの1着、SG 優勝戦進出実績がある。ますます春菜は、初出場の G1 レースで、いきなりの連勝を記録。吉川真希は、初出場した SG レースで2勝したほか、岡谷美幸は、佐藤真也と共に2021年4月の SG 第40回。オールスターオートレース決勝戦に初進出し発着。2020年2月5日、33期の金田祐時が、オートレース33期女子オフィシャルブログを更新し、同期の吉松勇樹と2月2日に入籍したことを発表した。女子オートレース選手が復活した31期以降で、現役女子、オートレース選手、現役オートレース選手同士の結婚発表は、初めてとなる。2020年11月17日、33期の吉川真希が31期の鈴木圭一郎と11月16日に婚姻届を提出し結婚した。現役オートレース選手同士の結婚は2組目。2021年10月17日、33期の同面者美がオートレース33期女子オフィシャルブログを更新し、結婚と妊娠したことを発表した。2016年の船橋オートレース場の閉鎖に伴い全国でオートレース場が5場のみとなったこともあって選手数の削減が図られており、2013年には450人以上の選手が登録されていたが、2020年11月時点では395人にまで減少している。養成所への入所時期はこれまで9月だったが、第36期より4月となった。規定タイムの100メートル毎秒は、6周回走行タイムの小数点第3位を、四捨五入の上算出したもの33期の甲川陽子、34期の信沢綾乃が、候補生時代にオートレース選手養成所での訓練の模様等の密着取材が、テレビ番組で放送された女子選手の優勝回数は、佐藤真也、8回、ますます、春菜、4回、岡谷美幸、3回、藤本理恵、1回、田崎萌え、1回日本選手権、オートレース、スーパースター王座決定戦、オールスターオートレースハット SG 第39回、オールスターオートレース。ありがとうございます。